Thank you.
よく見知った二人と、あとの二人は初めましてかしら。この体ではそうなるな。少しばかり背は伸びたが、変わらずバルシャンとでもブリトラとでも呼んでくれ。私のことは気にするな。ただの同行者だ。来客中に失礼を。出直した方がよろしいでしょうか。大丈夫よ。内緒の話というわけでもないし、エレンビルさんにはグリーナーとして時々情報提供をしてもらっているの。彼らの仲間内にうちの委員会が究明すべきもの、未解明の遺物や魔法についての噂が流れていないかってね。が、俺が遠出しなくちゃならない羽目になってな。成り行き次第ではしばらくこっちを開けることになる。音信不通だなんだと騒がれちゃ困るから念のため報告に上がったわけだ。おや、僻地での収集依頼でも入りましたか。いや、ギルドシップ絡みの仕事じゃない。どちらかといえば里帰りみたいなもんだ。それでおたくらは？こっちこそ邪魔ならさっさと退散するが。いや、君はこの辺りの島々にも詳しいのだろう。先を急いでいるわけではないのなら、共に話を聞いてほしい。私たちはボイドへ乗り込むため準備をしている。この世界に侵攻せんとする。用意ゴルベーザを止め、我が姉を救うために。新たなゲートを開けるためには大量のエーテルがいる。それがハーム島で手に入るかもしれないと聞き、つてを求めてここへ来たわけだ。第十三世界からの侵攻、そんなことになっていたなんて。週末の騒動からさほど日も経ってないってのに、よくそんな案件を見つけてくるな。オタク、世界の危機を収拾させたら一流のグリーナーになれるんじゃないか。それにしてもハーム島か。確かにあそこはエーテルが湧き出すことで有名だな。哲学者議会の直轄地で俺は行った試しがないが。そこでエーテルの採集をしたいということは、つまり哲学者議会の許可を取ればいいのよね。わかったわ。あなたたちの活動は未解明の脅威に挑むものであると判断し、バルデシオン委員会は賛同、支援します。哲学者議会には私から申請書を出してみる。こちらも少しずつだけど活動を再開しているし、邪険には扱われないはずよ。ありがとう。頼もしい限りだ。あなたにもう一つ質問をさせてください。週末の折、この星からの大撤収が実行されていたとして、ハーム島で採集されたエーテルはどのように箱舟へ積み込まれる予定だったのでしょうか。グリーナーとして何かご存知ではありませんか。悪いが、
あの島からエーテルを運んだなんて話は同業者からも聞いたことがない。箱舟の製造に携わった連中に聞いてみるべきじゃないか。最近仕事でやり取りしたリトルシャーリアンのマーグラットって研究者が動力周りの担当だったとか言ってたな。申請の結果を待つ間にでもよければ訪ねてみるといい。有益な情報に感謝します。あなたが遠方からご帰還なさる頃には事態が収束しているように努めましょう。どういたしまして。それじゃ俺はこの辺で。私も早速申請書に取り掛かるわ。ことが進んだら連絡するから、リトルシャーレアンに行ってもらって大丈夫よ。ではお言葉に甘えるといたしましょう。さて、みんなのためにも気合を入れて。古い資料を整理してる途中だったわ。まずは片付けからね。あら？あとやるべきことが終わってからだわ。Thank you.
ハム島に行きたいんだって？古篠様から話は聞いてるよ。全員揃ってるんならすぐにでも船を出すが、どうするね？おい、出発しないのか？ねえ、あと一人協力を仰いでいるのですが。待たせたな。サンクレッド、君だったか。おお、ずいぶん大きくなったな、バルシャ。ウリエンジから連絡をもらって来てみれば、どうも新たな問題を前に苦心してるらしいじゃないか。それで、お前がゼロだな。ガレマルドでの活躍は聞き及んでる。よろしくな。彼は戦力としてはもちろんのこと、悩めるあなたの良き師となることでしょう。他者とのつながりについて知りたいのでしょう。彼ならば自分なりの答えを示してくれるはず。頃合いを見計らって聞いてみてはいかがでしょうか。